こんばんは。現職会議による音楽クリエイターやかー。記念すべき第1回にようこそ。満員御礼のねお運びということでありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、はい、まずはですねオープニングトーク読まんでいいとこ読まんでいいとこはい、じゃあ自己紹介させていただきます。ギターバンマスの遠藤です。よろしくお願いします。はい、ギターのビリーです。よろしくお願いします。ドラムの楠瀬拓也です。お願いします。はい、ベースの鳥男です。よろしくお願いします。まずはですね、はらはら何にせよ、はい、一回ちょっと乾杯しようかなと、はい、今日はね夜会ということですからね、はい、あれ皆さん飲み物持ってます、まあ、集いですから。飲み物持って持ってます？持ってない人、じゃあ皆さん、え、乾杯でいいですか？いいじゃないですか。乾杯。乾杯という感じでね、うん、はい、じゃあちょっとあの皆さんにねドリンク行き渡るまでにあの今日のご説明させていただきます。お願いします。あの月食会議によるですね音楽クリエイター夜会とこう題しまして、今日はあのこういう場を設けさせていただきましたけども、何やるかっていうとですね、まあ僕ら普段あのコライトと言いまして、人数何人かでこう一緒に音楽を作るこう、コーライティングっていうんですよ。みんなで作る共同作曲してますね。共同作曲、それをこう皆さんの前でやってみたり、それと同時にこうそれをやりながらいろんなお話をしてですね、クリエイターとか音楽作る人とか、まあ、プレイする人とかいろんなことに関するお話していけたらなと。まあこれでもあの台本とかあの内容が決まってるわけじゃないので、まあ皆さんのコメントの質問とか皆さんからの質問とかも随時いろんなことにこう答えられていけたり、その場で思いついたことをお話できればなっていうようなイベントを楽しくお酒飲みながらできたらいいねっていうのが音楽クリエイター夜会ですね。まあ第1回目なんでどうなるかちょっとね僕らもあんまり分かってないんですけども、まあ楽しくなりゃいいなとは思ってますんで、皆さんご協力よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、じゃあここらで、はいはい、はい、いっちゃいますか。いっちゃいましょう。もうこの世で一番すごい人連れてきましたよ持ち上げるな本当にねいや、はい、ここで記念すべき流行る、はい、第1回のゲストをお呼びしたいと思います、はい、拍手をお迎えください。作曲家の作詞作曲編曲音楽クリエイタープロデューサーの山田隆弘さんです。はい、よろしくお願いします。よっ、なんでもうすでに2本山ちゃんって2杯目がある2つ持ってきました、はい、なんで2杯あんのよ。飲む気ですね。すごいね、もう飲み始めて。こんばんは。はい、置いて置いて。どういう体勢してる。ゲストなんだよ。はい、改めて紹介いたします。作曲家さん、山ちゃん何、作詞作曲編曲家って言えばいいの。いえ、作曲家でいいですよ。まあメインは作曲家でも歌詞も書くもんね。歌詞もたまに書きます。はい、作曲家、はい、音楽プロデューサーの山田隆弘さんです。山田でございます。よろしくどうも。ありがとうございます。今日は名前だけでも覚えて帰ってください。はい、曲を作りますよ今から。あ、そうだね。で、曲を作りながらいろいろなことやっぱり山田先生にね、あの心得とか普段どんな やり方してるのとか聞きながらいけたらないいと思います。どんどん始めていかないとね時間が。で、じゃあちょっと我々今からここでコライとして音楽作る入り口やっていこうと思うんですけど、お見逃しなく、ね、山ちゃんは普段曲作るときどういう手順でやってんの。僕は、うん、大体、まず、依頼があってから作るタイプなんですね。思いついた時に曲を作るというよりも依頼があって
インスピレーション膨らまして、こう絞り出すというか、浮かぶというより絞り出すタイプですね。なるほど。はい、だから楽器持って歌って、はい、結構僕ら全員そうですね、依頼があって音楽作る以外、だ普段いっぱい音楽作ってるっている、いる？鳥さん作ってるの？僕ね、その海外とかでコライト行ったりとかすると、やっぱり何にもなしで作ること多いですけど、なかっこいいな。いや、なるほど。そのかっこいいな、ね、楽しいですよ。もっと何にもないとこから、今日の天気とかそういうの話して、何食べたとかからなんか作っていくみたいな。うわ、おしゃれ。ねえ、なんか五感をね感じるっていうかね。作曲自体が目的っていうね。そうですね。コライトすることが一緒に。じゃあちょっと、うん、もういいや、うん、その91でいきましょうよ。じゃあ91でとりあえずバッキング弾いてみますね。はい、じゃあちょっとお願いします。これなんかさっきからブツブツ言うんだけど、あれ182にしなくていい、大丈夫。あ、182にしました、はい、これクリックね。成り立ってるもんね。いや、ここはだ僕ね、いつも曲作るときに、はい、だいたいギター持ってコード進行でやるんですけども、うんうんうん、でやっぱり難しいコードって弾けないから、はい、こう何パターンかしかやっぱ出てこないわけよ、はいはい、もうだまず A からっつったら、こうキーが A だったらまず A から始まるのか、うん、もしくは D から始まるのか、うん、あとはマイナーだったら F シャープから始まるのかとか、はいはい、もう何パターンかしかないじゃん、スタートのコード。まあ、そうですね、まあ、スタートのコードはほとんどもうそれ、もう4つあればいい方でしょ、うん、だこれやっぱ明るくいきたいですよね、うん、そうですね、サビですからね。じゃあちょっと、うん、意見くださいね、はい、じゃ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 じ1小節か2小節かどう展開していこうかな。あ、まあ確かにそれは、ね、それ問題ありますね。ちなみに僕月食会議の中で好きな曲1曲あるんですけど、はい、いいですか。はい、何ですか。聞きたいです。僕シンデオダーリン。ああ、シンデオダーリン、あ、いいですね。だからあれ僕ほんまに抜群に好きです。あれ見た瞬間に僕嫉妬を覚えて、頼むから入れてくれ月食会議に。で今日食サミットに至る。日食サミットは山田しかいないんですけど、僕しかいないですけど。じゃあええな、これ。じゃあそのコード進行とちょっと違うけど、このコードのサイズ感まあ、それで、はいはい、じゃあ食ってく件でもいいかもしれないです。僕じゃあ僕の好みでちょっと芋臭いかもしれないですけど、はいはい、これぐらいちょっとノスタルジーみたいなのがを後でおしゃれにしてくれることを期待して、はい、じゃあダダダダダダトリロードいいじゃない、いいじゃない、マイナー行きましたね。あ、この後でもの早く終わらせたいな、うん、それ好き、うん、マイナー行くね。これいいっすね。でもシンプルに終わっていいか、うん、そうっすね。いやでもいいと思いますよ。なんか2個目がね、